巨大な移動要塞ダイン・ガラームで激しい戦いの後、脱出に成功したイサムたち。久しぶりに仲間と再会した彼らだったが、そこにも安らぎの時間はなかった。空を飛んで行ったの見なかった？知らないよ。おーい坊や。おなんだい。どうだハンス、ご無沙汰の後の調子は。悪くない。レイドのやつ、俺の感触を忘れちゃいなかったぜ。イサム、パワーアップだな。どうだ、できそうか？ああ、なんとかなりそうなんだが、ただ。ただ？ただどうなんだ？ああ、異次元に比べ、地球大気中の鉱物元素の密度が違うんだ。地球上じゃ、やっぱり無理か？いや、そんなことはない。絶対にできると思うんだ。ちょっと待てよ、俺には訳がわからん。よくわかるように説明してくれ。そうだよ、異次元で何があったの？私たちに断りもなく変なこと始めちゃやーよ。ごめんごめん、つい力が入ってしまったんだ。不意打ちに備える意味もあってね。ピケとプケのテストも含めてさ。テストだって？もう嫌い。何しろイサムにお膝元を引っかき回されたんだからな。それもたった一人に。だからデキさんも頭に来てるだろうからな、カリカリと。それで不意打ちに備えてという意味はわかるが、さっきのパワーアップは一体何を作るんだ？大変です、未確認飛行物体接近。3機編隊で9機、前方13キロ急速接近中です。別に危険な意識は感じないのですが、うん、ああ、どうしたんだ？どうしたんだ？みんな落ち着け。地球防衛軍日本本部からの迎えだ。我々を日本本部の秘密基地へ案内してくれ。明朝の防衛会議に我々も参加することになる。それじゃあ僕たちも会議に。
招きにより我々のメンバー全員で参りました。あ、これはどうも。私が本部司令の牧村です。よろしく。敵は焦り出しています。明日にも総攻撃を仕掛けてくるかもしれません。すぐに対策の協議をしたい。そうですか。到着早々でお疲れでしょうが、作戦会議室の方へ。連邦政府が金々提唱しておりましたグランドーのメンバーの方々との連携を本日やっと果たすことができました。ここにグランドーのメンバーの方々を皆さんにご紹介できることを光栄に思っています。緊急の場合です。挨拶は抜きで本題に入ります。一見無差別にも見えた敵の攻撃が中央政府の都市を目指して着実に包囲網を縮めてきていることが分かります。我々としても戦場を中央に近づければ近づけるほど不利になることは分かっています。分かっているのなら今すぐにでも我々と力を合わせて敵の本拠を叩くのです。言われることはよく分かります。しかし中央政府内部では防衛派と攻撃派とが対立していて。冗談じゃないぞ。甘ったれるのもいい加減にしてくれな。そうです。地球人類全体の危機なんですよ。内部で対立などしていていいんですか。そんなことをしていたら敵の思うがままだ。連携作戦は結構。しかし政府内部がそのような情けない状態では我々の士気にも影響する。これはお断りした方がいいと判断します。ちょっと待ってもらいたい。政府内部の意見は極力統一するように私が責任を持って努力いたします。では我々の滞在期間中に然るべき決定を。ガラダインめ。ダムーラ、この大バカ者が。こんなちっぽけな星にいつまでかかっているのだ。我がガラダイン軍とわしの面目はどうしてくれる。よいか、再度失敗を繰り返したときは貴様が責任を取って死ね。二度とそのアホ面をわしの前にさらすな。消えてしまえ。くそ、地球人め。これほどの恥辱をこのダムーラ様に与えたからには貴様たちの血で償わせてやるぞ。地球人どもめ、皆殺しだ。これからは町中のんびり歩けるな、ハンス。まあな。これから超能力を持った新しい仲間を。前線空母を潰されたガラダインはあの巨大要塞で乗り出してくるに違いない。これからは化学兵器も大切だが超能力戦力がこれまで以上に必要になる。のんびりやってていいのかね。行くか。おう。1年ぐらい何も食ってないみたいだな。休暇が終わりゃまた戦いが待ってるんだ。
思い残さないよ。どうしたんだ、イサム。おい、イサム、どこへ行くんだ、あいつ、まったく。母さん、のり子。消えてしまった。僕は昼間から幻を見ていたのか。坊や、久しぶりだね。この声に聞き覚えはない？それとも忘れたの？その声は、幻覚を見せてレストランから僕をここまで連れ出したのは。やっと気がついたようだね。じゃあ隠れてないで出てこい、卑怯だぞ。相変わらず血の気の多いこと。不思議だ、前に感じた陽気もさっきも今は全然感じられない。そうさ、いい感してるね。地球に長くいるとね、陽能力が少しずつ失われていくんだよ。今の私には坊やと戦う気なんかないね。そんなことで騙されるもんか。そこまでよ。体が動かない、どうしたのか。これくらいの陽能力が精一杯、武器も何もないのよ。何が狙いなんだ、何が目的で地球にいるんだ。そうね、坊や、あなたに力を貸そうと思ったの。そんなことか。そう、信じられないでしょうね。そろそろあなたの仲間がやってくる頃ね。じゃあまたね、坊や。こんなところで何をしてたんだ。おい、どうしたんだよ、しっかりしろよ。レストランの支払いは俺が済ましといたぜ。ああ、さあ行こう。みんなに新しい仲間を紹介する。3人ともそれぞれに素晴らしい超能力の持ち主だ。私の隣がパルダ。パルダーなどです、よろしく。次がロス。ロスコカロです、よろしく。次が私、エリナ・パルチよ。皆さんの噂前から聞いてたわ、とっても憧れてたの。仲間に入れて光栄よ、いいお友達になれると思うわ。これもよろしくね。すごい新人出現、まいったらこりゃ。あたし、記憶力には自信あるの。よくしゃべる子だ。おラーン、ラララ、見えた、見えた、ラーン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 、もちろんスタイルもよ。よし、ショーは終わりだ。みんな、新人たちに館内を案内してやってくれ。まいったなこりゃ。まぐそん？おう、そうか、何？わかりました。いずれは知れるでしょうが、今は極秘で。では。どうした、旦那？イサムの父親が行方不明だ。え？ガラダイのやつが？ほう。
形式未確認敵無人戦闘機3機遭遇位置計測中各機緊急待機お願いを乗せてダメだまだ君たちは艦内で待機してるんだ私乗りたいこれが一番かっこいいもんバカなこと言うなつまんないの発進準備完了よし出動だん敵中か敵中私がダラダインの攻撃を敵中だと思うとは短期じゃ腹ごなしにもならないぜ早いとこ片付けてしまおうぜ油断は禁物だぞおう あと3秒で接触地点です了解、了解作戦完了帰還するどーっとなー目の前一体どうなってるんだ敵はどこなんだ見当もつかないぜスクリーンが乱れてすごいエネルギーよ大型の台風並みだわそれがイサムたちを包み込んでるわ。うわイサムたちが危ないわ。ではエネルギーを吸い取られて大変なことにそうだ例のパワーアップを試すのよよしやる予想以上の強敵だそれしか方法はあるまいやってみるわねやるよしパワーアップだにぶち壊してやる。私が行方不明戦闘が始まり知らせる暇がなかったいえいいんです